ABC が今月全米で放送されるドキュメンタリー、The Last Day、Bias of Michael Jacksonのトレーラーを公開した。これは2時間の特別番組で、ABC のニュースアンカー、バーバラ・ウォルターズとダイアン、ソイヤーによるマイケル・ジャクソン本人の未公開インタビューも目玉の一つになっている。当番組では、キング・オブ・ポップとして音楽界に君臨したジャクソンを、インディアナ州ゲイリーでのよう、正気とジャクソン5での日々から、彼のカムバックコンサートと早すぎる島でを丁寧に追っている。このトレーラーは、ステージで歌う彼とパパラッチにもみくちゃにされる彼といい、生き急いだジャクソンの人生を象徴するようなイメージで幕を開ける。スターには息をする空間が必要なんだ。彼にリラックスする機会を与えてやってくれ、とジャクソンが言う。彼も心がある。彼も人間だ。ベッドの上で枕に頭を乗せて寝かせてやってくれ。これ以上何を差し出せばいいんだ、と。そして、彼は自分が感じているプレッシャーがどんどん大きくなることを示唆する。人々はもっともっとと期待が膨らむ。だって一度完成してしまうとそれは永遠に残るから。もう後戻りできなくなってしまう、と。そして、トレーラーの最後で妹ジャネット・ジャクソンが兄の死について語る。また、親しかった関係者たちが最後の数日間に投与された、ジャクソンを死へと導いた薬について語っている。キャリア最後のツアーを発表したジャクソンは、そのツアー初日の18日前である2009年6月25日に心不全で急死。検視官はジャクソンの死因を、急性プロポフォール中毒と断定した。The Last Days of Michael Jacksonは5月24日放送予定。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。